はい宇佐美です。はい改めまして、家方の夢と理想と現実ということで話させていただきたいと思います。まず自己紹介から入ります。と宇佐美といいます今日は東京から来ました。来たのはきですね。っと普 p i x i ブっていう会社でウェブサービス PHP を書いていて、フレームワークというか、ウェブサービスの基盤みたいなところを開発していたりします。あと、個人的な活動としては e m a x p h p っていう GitHub のオーガナイゼーションをやっていて、そこで e m a x の えっと PH、php モードを開発していたりとか、なんか、えっと、まあ、これから話すような、その。性的チェッカーとの、なんかつなぎ込みみたいのを開発していたりします。そと聞いたとかによくコメントとかしたりしています。はい。で、ハイピクシブっていう会社で、はい。えっ、ー、と、はたえっ、ー、と、募集していますと、はい。で、えっ、ー、と、今日の内容なんですけれども、まあ、えっ、ー、と。 PHP の,型の,内容あの、えー、と型の概要みたいなのを軽く話して、例、ま、で、あ、片付けるとか、あと実装上気をつけなきゃいけないことみたいなざっくり話していきたいと思います。で最初から求めますと、まず、えー、PHP の片付けって割と難しい,難しいです。はい、あと、まあ、特にスカラー型宣言が難しい。あと PH、PHP7 になったからって、こう闇雲にあの引数にあのストリングとかイントとかあの。 ガンガン書いていくかかはやめた方がいいんじゃないかなと思っています。はい、特にあのストリクトタイプ1とかもちょっと難しいんじゃないかなと思っています。であと、えー、とコーディングする上では、えー、PHPStorm、今日サムライズムさんとかあの、えー、と来てますね、はいあのすけえーと。だとか、あと,、えー、と PHP スタンみたいなツールとか活用していくといいんじゃないかなと思います。はい、あと、静的解析でこう CI とか回していきましょう。はい、あと,、えー、と、型宣言だけじゃなくて、まあ、PHPDoc とかで、まあ、いい感じに書いていくといいんじゃないかと思います。はいあとまああの 型の記法だけであのうまくできないようなこともあれば、まあ、実装の工夫みたいなのもその、えー、と PHP でちゃんと解析できるようにするには、まあ、必要になってくるという話です。はいでえー、とまず PHP の型、えー、となんですけれども、えーと P、PHP 自体はまずいわゆる動的型と言われる言語ですね。はいえー、とこれは、えー、と変数とかには型がないので、えー、と1回作った変数にはどんな値でも入る。あと PHP7 では、えーと その型をどう扱うかっていうので、えっと、ストリクトタイプスっていうモードが、まあ、さっきもあのちょっと言及、えっと、しましたけど、まあえっと、増えていますと。はいえっと、PHP の方は、えっと、種類としてはいろいろあって、まあ、スカラー型複合型あと特殊,特殊な型あとまあドキュメントの上で、えっと、だけであの、えっと、用意されている方みたいなのもあったりします。でえっと まあ、この辺りの方はよく使うと思うんですけど、ブーリアン、トゥルーとか f a ールス、あと、えー、とイン t は普通の数字ですね。で、複数小数点数はまあ小数のついた数、あと、えー、と文字列も、えー、とこれはスカラー型と呼ばれていますで。あと、複合型っていうのはあの、配列だとかオブジェクトだとか、その,その、えー、と値の中にさらに別の値が入るようなものですね、は、えー、と複合型と呼ばれています。あとえーと コーラブルというのは,これは特殊な型で、えっと、ものとしてはこう複数あって、えっと、関数の名前の文字列とあのかあの、オブジェクトとメソッド名が入った配列、あとは、えっと、クロージャーみたいなのがまとめてコーラブルと呼ばれていたりします。あと、えっと、イテラブルこれは PHP7 で追加されたやつで、えっと、4H、e、で反復可能なものですね。っていうのが、えっと、イテラブルとて呼ばれ方をしています。あと、えっと、特殊型と言われているのは、えっと、ヌルだとか、あとリソース。 でえっとまあ、型ではないんですけれども、開示にかける表記としてはボイドっていうのがあります。はいえっと、これらは、えっと、この特殊型っていうのは、えっと、引数リストに書くことはできないです。あえっと、あの引数仮引数リストの、えっと、型宣言として書くことはできない方になります。あと,、えっと、これもドキュメントの上でだけ存在する型で、えっと、ミックスだとかナンバーっていうのもありますが、えっと、これも。えっと の PHP の実装上は存在しないでドキュメントにだけあるような方です。あと、あのまあ、このあ後紹介するツール固有で、まあ、それぞれあの、えっと、特別な型を表現するなんか表記があったりします。で、えっと、最初から言及したこのス t r トタイプスってやつなんですけど、この、えっと、デクレアっていう構文があって、えっと、ファイルの一番最初の方にこのデクレアっていう宣言をすることで、えっと、型の扱いを変えることができます。 デフォルトでは何も指定しなければストリクトタイプ1という状態になっています。これを設定することで引数と返り値をどう扱うかという振る舞いに影響します。で、えっと、なんですけど、最初、デフォルトの0の状態でスカラー型宣言、引数にストリングとかブルーとか書いてあると、これは変換可能な値ならば、えっと、 変換をしますどういうものかというと,、えっと、中身が文字列だけからなるあ中身が数字だけからなる1、2、3みたいな文字列ですね、これはあの暗黙的にキャストされます。イントって宣言されていれば、えっと、キャストされたりします。あと、えっと、オブジェクト、そのスカラ型じゃない、えっと、2位のデートタイムとかそういうクラス,あクラスを、えっと、引き継ぎ数に変えた場合に暗黙的にキャストされることはないです。はいでえっと スティックタイプ1にすると、あのこれは、えっと、イントで宣言された引数に対して、えっと、さっき言ったような数字からなる文字列みたいなのを渡すと、これはエラーになります。でのあのえっと、基本的には厳密に、えっと、そういうのをチェックするようなタイプがこの、えっと、スティックタイプ1ですね、はいでえっと。スカラー型以外の方では、えっと、これはあの挙動に近いはないです。 でどこにその型をかけるかっていうので、引数の型宣言、あと返り値の型宣言も PHP7 からかけるようになっています。あと、PHPDoc ていうところにも書くことができます。でこれはさっきから言及してきたので、引数の,そのドルの前にかけるやつですね、はいで。ここに書けるのはさっき言及したその特殊型とあとドキュメント上の型以外のものはここに書くことができます。あと、と。え 先行の型宣言というのもあって、えっと、これは、えっと、コロンイントって書くとその、イントじゃないもの、例えばあのコロンイントで宣言された関数で、えっと、リターンアレイとか書くと、あの自己ジェエライになります。はい、あと,、えっと、型を返したくない関数あ、値を返したくない関数みたいなコロンボイドって書くと、えっと あのコンパイル時ににエラーになります、はいでえっと、分かりにくい必要なんですけども、まあ、あのこれは書ける、これは書けないみたいなのさっきから言ってるんですけどあの書ける書あの、いろいろ面倒くさいのがあって、まあ、あの注意が必要です。あとあのバージョンによって、まあ、あの書けるものが変わってたりしていて、えっと、特にオブジェクトっていう方はあの結構昔からあるんですけどもそれはあの実は PHP7.2 までは書けなくて7.2以降だけが、えっと、このオブジェクトっていうのを引数リストにえっと かける引数リストとかモデルににけるようになっていますそれ以外は、えっと、同名のクラスとかインターフェースっていう扱いになるので、えっと、挙動がかなり厄介でえっと、罠としては、えっと、コロンリソースとか書くとあのこれは、えっと、動かなくてそのリソース型ってのは例えば F オープンとかした時の、えっときのファイルポイントとかがリソース型なんですけどもそれを返すつもりでコロンリソースとか書くと実行時代になるので注意が必要です。はい あとあの、インテジャーとかブーリアンとかっていう長い型名もあのこの型宣言には書けないので、えー、とこれはあの短い方で統一しなければいけないです。あと、PHP ドックとかでもよく間違われやすいのが、えっと、ストリングのつもりで STR っていうのは PHP ではあの定義されてないので、えっと、これはあの罠ですね。はい、なのでストリングと長く書きましょう、イントとかブールとあの統一が取れてなくて気持ち悪いんですがこれストリングはストリングですと。はい あとミックスとかナンバーってのは今のところ型宣言とかには書けないです。はい、で p h p ドックなんですけども、これは、えっと、クラスとかメソッドの上に書いてあるコメントですね。ここに、えっと、型を意味する、えっと、コメントを書くことで、えっと、表現ができますとで、えっと。これをつける意味なんですけども、型宣言、あの引数とか戻り値の方に書くのでは、えっと、実現できないような型が、えっと、つけられます。あと、えっと、マジックメソッドとかプロパティ、これは、えっと、PHP のアンダーワンダーバーゲット ととかあとアンダーバーアンダーバーコールっていうメソッドがあって、まあ、それを使ってその動的にえっとプロパティとかメソッドを宣言するみたいなのに対してえっと型をつけることができます。あと,えっとユニオン型、これはあの例えば引数としてほげクラスのインスタンスまたはフガクラスのインスタンスどちらかを受け付けるみたいなのもえっと型宣言には書くことができないんですが、えっと、PHP ドックには書くことができます。あともう一つ、えっと、イント書き格好って書くとそのイントだけがずらっと並んだ配列みたいなのを表現することができます。はい えっと、p h p ドックの使用として PSR5、これはあのまだかあの正式にあの発行されてないものなんですけれども、えっと、これの記法だと、えっと、アレイ山括弧ストリングってうんで、さっきのストリング括弧と同じ意味なんですけれども、えっと、その配列以外にもそのアレイオブジェクトだとかその、反復可能なものに対しても、こうやって型を書くことができます。 ですが、えっと、PHPSTORM がまだ対応していない、これはあの最新版の EAP っていうバージョンとかでもまだ対応していないので、えっと、もし PHPSTORM を使っている場合は保管、えっと、とか効かなくなってしまうので、えっと、こういうの変な書き方をするとまあ一応、対応することができます。はいでえっと、ここまででもう10分経ってしまったのか、はいで形 <laughs> はい、ここで何のためにやるかっていうと、まあ、えっと、明示したい。あとえっと そうですねあの PHPSTOM とかいい感じにこう保管とか聞くと気持ちいいですよねっていうのとあとプログラムが間違っていることを保証したいということでまあツールを導入しましょうとでまあ、ツールとしてはいろいろあってまあ、PHPSTOM だから多分一番使ってる人が多いんじゃないかなと思いますが、えっと、ファンとか PHP さんというツールもあったりしますはいでこの辺りはえっとすでにあの前のカンファレンスとかで発表していてえっとウェブ上に資料があるので読んでくださいとで PHPSTOM のいいところっていうのはまあ簡単ですあととファンとか はい、いろいろあるんですけど、あファンがすごいのは、えーと、連想配列、オブジェクトとかじゃなくて、連想配列にもあの型をつけることができます。はいでえーとまあ、いろいろ通ルがあるんですけど、まあ、あの高速になんか CI とか増したいときは、まあ、PHP スタンとか使うといいんじゃないかなと思います。はいえー、PHP ストームはあの割と手軽に入れられるので、まあ、あの一番ハードルは低いと思います、あのお金以外は。な、はい、なのので、えー、と予算がが出ないとかの事情が なければ、まあ、PHP ストー使うのが一番いいんじゃないかなと思います。あと、僕はあの自分でハックするのが好きなので EMAX で PHP さんを使っています。はい、ということで、ビームコンフというイベントで EMAX の話をしてきましたとで、えーと。検証したいということで、ファンはこれは性、えー、的解析ツールなんですけど、えー、とフォールスポジティブ、えー、と偽装性、えーと、誤検知です、ね、を最小化して、えーと正しいあの、正しいことを証明するようも間違っていることを証明するのがこのファンティーツールの特徴だということを言っています。というのが、えーと 課題、えー、解析というのはどういうことをやってくれるかというと、まあ、こういう文があって、えー、っとこれはドル、えー、A が何かは分からないんですけど、s t r 連はあはストリングを受け付けるもので、まあ、こ,うこれは絶対あの、えー、っと文字列が代入されているはずですねというのを返してくれるんですが、えー、っとこういうちょっとな前後の文を見ると、えー、っとなんか,か。えーっと エクスプロードはアレイを返すはずなのにそれが SDR レンに入っているのはまずいみたいなことをちゃんと検知してくれますこれ PHPSTOM とかもやってくれるんですが、えっと、私なんか足し算してる値が変組み合わせがおかしいみたいなのを検知してくれます、はい、なので生成機械解析やりたいのはこう実行しなくても分かるという特徴ですね。はい、であの時間がもうそろそろなくなりそうなのでパッといきますと型と、はいこうあの,のはこう,あのこうやってたどっていくことであの パズルみたいに解くことができるんですけれどもこういう変な行動があるとあの解決できなかったりなんか曖昧性が生まれたりするので、えー、とそういうところはあのえっ、ー、と コメントとか方宣言をつけていかなきゃいけないので、まあ、実現実と向き合っていきましょうとで昔からのコードは p h p ドックとか書かれてたとしても嘘をついていたりとかなんかこう変なのがあるので、まあ、こういう変な形式 p h p ドックじゃないので書かれていたりあのパラムスパラムじゃなくてパラムスって書かれていたりするので、まあ、こういうのはあの地道に直していきましょうっていうあとはあの、まあ、あの引数によって返り値が変わるような設計とかはやめましょうとかミックスとかっていうのは保管とか聞かなくなるのでやめましょうみたいな話とかあれっていうのもあれの中身が何が入っているのか分からないので、まあ、詳細なのが書けるようになるので あれって書くよりはストリングカッコカッコって書いたりするといいんじゃないかなという話です。あと、ファンっていうツールの記法で、あのこれはネームっていうキーとエイジっていうキーがあって、それぞれストリングとイントっていう片付けができるような記法が用意されていたりします。あと、あの型変換とかすごいめんどくさくて、はいあのえっと、クエリパラメーターがあるとあのイズニューメリックとかで雑に判定するとあの危険なことになりますね。はいでえっと、あとあの 整数の範囲とかもあの安易にカッコイントとかでキャストすると危ないことになったりします。でえーとまあ、ストリクト、もしスカラーで型宣言しようとするとキャストと付き合っていくか、メ、まあ、しジ示的にキャストしなくてもいいようなあの仕組み作りみたいなのが必要になっていますとで、えーと。ストリクトタイプはあのこれかなり複雑,複雑というかあの直感からはちょっと分かりにくいになっていて、引数の型チェックというのは呼び出すあの引数に関しては呼び出す側がストリクトタイプスを指定していないと、その えっと、厳密な比較にならなくて、なおかつ、返り値の方は関数を定義した方の指定が反映されるっていうのになっているので、まあ、プロジェクト全体でやらないと,ちょっと混乱させるような状度になるかもしれないです。ということで、レガシーコードで安易にストリクトタイプとかつけていくのは危険というのはこういう話ですと、はい。で、まああの、既存の解析を始めると、ものすごい行数の何千行もログが出てくるので、それの心折れるので、まあ、それは、えっと、今、現実に動いているコードっていう。 の事実を大事にして、まあ、傷口を広げないようにそれを減らしていく方にあに努力をしていくといいんじゃないかなと思います。え僕がよくやっているのはリファクタリングする前のログとした後のログを検査しあの比較して、まあ、増えなければよかろうという使い方とかをしています、はい。ということで、えっと、話としては以上になります宇佐美さんありがとうございました。